んは、ポン太郎です。今日は2019年5月のブルームボックスのレビューをしていきたいと思います。それではどうぞ。はい、まずはこちら。はい、こちらはコンダンセパリのクレームアクティブイドラタンというデイクリームになりますね。保湿クリームです。で、これね、皮脂を抑えてくれる力があるクリームなんですけども、最初塗った感じはね、結構ベタベタしますね。はい、こんな感じのね、普通のクリームなんですけども、もうクリームを塗ったっていうベタベタ感がありますけど、少しね、時間を置くとそのベタベタ感がなくなってサラッとした感じになるので、まあ、皮脂を抑えてくれたり吸収してくれたりするのかなと思いました。で、実際にね、1日使った時ね、全顔に塗ったんですよ。そしたらね、全顔に塗ったらもう鼻周りとかはまあある程度抑えてはくれてはいたとは思うんですけど、頬とか目とか目の下クマのところとか、そこがね、結構乾燥したので、これはね、全顔に使うのはダメだなと思いました。なのでね、今部分的に使ってました。まあ、テカリやすい顎とか鼻とおでこ、まあ、そういうね、部分的な使い方には良かったかなと思います。やっぱりほっぺとかはね、ちょっと乾燥、鼻の横とか乾燥をね、感じてしまったので、まあこちら部分的に使う形で使うのが一番いいのかなと思いました。私結構油分が出る肌質なんですけど、その私でもね、乾燥が気になってしまうっていうことは、乾燥肌の人はこれはね、あんまり向かないんじゃないかなって思います。そしてこちら、はい、こちらはコンダンセパリのゴマージュマスクフォンダンということで、ピーリング&マスクのものになりますね。こちらはね、よくお風呂場で使いましたね。で、香りがね、結構いい香りで、なんか柑橘系っぽい香りで、すごいいい香りで、こういう透明のジェルタイプだったんですけども、これをね、塗って5分くらい置いてマッサージして洗い流すっていう感じで使ったんですけども、すごくね、肌がすっきりする感じがしました。で、肌がサラサラスベスベになったので、まあ、ゴマージュ的な効果はあったのかなと思います。角質をね、まあ落としてくれたのかなっていうところで、肌が柔らかくなったのを感じたので、効果はあったなと思います。ただね、やっぱりそのサラサラなるとか、スルスルスベスベなるとか、そういうのはやっぱり乾燥につながるんですよね。なので、水気をね、拭き取った時、乾燥を感じたので、もうこれを使った時はね、必ず保湿はね、たっぷりしてあげることがいいのかなと思いました。まあ本当にね、スベスベなったので、これはなかなかね、いいものだったなと思います。ただね、保湿力がないのでね、保湿だけはしっかりしておいた方がいいと思います。はい、そしてこちらですね。こちらはグールラボラトリーのシャインエンハンスヘアトリートメントとシャンプーですね。こちら使ってみたんですけども、香りがね、いい香りだったんですよ。アロマティックフラワーの香りということでね、甘めのね、お花の香りだったんですけども、香りがいいんですけど、結構強い香りがします。お風呂場でもね、結構残る香りがしたので、でドライヤーをかけてもね、香りすごい残ったので、強い香りが苦手な方は苦手かもしれないです。でシャンプーの方は少しきしんでしまうんですけども、まあ、ノンシリコンだから仕方ないのかなと思うんですけども、そのきしんだところをトリートメントでね、保湿、そしてトゥルントゥルンにね、膜を張ってくれるので、良かったのかなと思います。で、これを使った時はね、トリートメントがね、すごい良くて、本当にもうトゥルントゥルン、指通りいい髪の毛になって、ヘアオイルとかね、いらないくらい良かったですね。で、乾かしても髪の毛がしっとりふんわりしてる感じがしたので、私のね、髪の毛も全然使えましたね。やっぱりしっとり系はあんまり使えないんですけど、ちゃんとね、ボリュームも出たので良かったかなと思います。そしてこちら、
はい、こちらも使い切ってしまったんですけども、クリーの拭き取り水クレンジングモイストというものですね。拭き取りクレンジングなんですけども、でこちらはね、あのコットンに含ませて拭き取るタイプなんですけど、マスカラはね全然落ちなかったですね。やっぱり水クレンジングはなかなかマスカラは落としにくいものではあるなと感じましたね。で私拭き取りのメイク落としってあんまり好きじゃないんですけど、なんか拭き取ってもう落としきれてないような気がしてすごい苦手なんですけど、まあこちらもね1回でね半分くらい結構使っちゃいましたね。何度も何度も拭き上げて、でやっぱり何度も拭き上げるからね、肌も摩擦を起こすんじゃないかと心配になっちゃうんですけど、まあ普通にファンデーションとかアイシャドウぐらいはね落とせるので、まあ、薄いメイクの時はこれはねささっと落とせるという面ではいいのかなと思います。で乾燥が全くしないわけではなくて少しはするんですけど、まあ、すごい乾燥するってわけじゃないから全然いいかなと思いました。で目元のねクレンジングをすると目に入るとね少し痛いので、そこは気をつけないとなと思います。まあ、個人的にね水クレンジングあまり好きではないのでリピはないかなと思います。そしてこちら、はい、こちらは DHC の濃密うるみ肌薬用美白ワンステップリッチジェルということで、こちら現品サイズですね。はい、中身はこんな感じでプルプルのジェルなんですけども、でまあ保湿はねちゃんとできますけど、馴染むとオールインワンゲルにしてはサラサラめかなと思いました。ただでも保湿力はそんなにねすごい保湿できるっていうわけではないので、保湿力をね重視してる方だったらもうこれ一度塗りじゃ足りないかもしれないです。やっぱ 2,3 回塗りたくなるぐらいな軽めのね保湿力だったかなと思います。まあ私は朝にも使ってたんですけど、まあ化粧の邪魔にもねあまりなりにくかったので一回ティッシュオフしてしまうので、まあ朝でも使えたものでしたね。でホワイトニング効果があるものなんですけども、まあこの短時間じゃねホワイトニング効果は得られなかったんですけど、まあ継続して使うことによってまあ、日焼け対策にもなるのかなと思ったりもするので、普通のオールインワンジェル使うよりはせっかくだったら美白のオールインワンジェル使うっていうのにいいのかなと思いました。まあ、お値段もねそんなに高くないものだったので使いやすいオールインワンジェルかなと思います。まあ私オールインワンジェルって本当にめったに使わないので、結構デコルテとかに塗ったりするんですけど、それを落としてねしっかり使っていこうかなと思ってます。次で最後なんですけども、今ねここに物がないので写真を載せとくんですけども、ピュレアの V ライン引き締めマスクですね。これね使ってみたんですけど、マスクとクリームがセットになったパックなんですけども、まずマスクをするんですけど、薄めのマスクでジェルの美容液で液だれはしにくかったなって思うんですけども、美容液がねすっごいベタベタする美容液で、もう手についたらなんか手のなんだろう、ここがすごいくっつくぐらい本当にベタベタしてる美容液でしたね。で10分くらい経ったらちょっとパリパリしてきたかなと思ったら、なんか肌が熱くなった気がして、ちょっとヒリヒリするかなっていう感じがあったので、なんか肌に合ってなかったのかなと思います。でまあ少しずつ固まってきて、でもねガッチガチに固まることがなくて、なんかその固まることによって毛穴をね小さくしていくっていうものだったんですけど、なかなか固まらなくて、もう20分ぐらいやっても固まらなかったのでね途中でやめちゃったんですけど、まあ結局ね洗い流すパックで洗い流すとすごいスベスベになったので、でちょっと肌のね色が青白くなったので、まあ、トーンアップ効果はあったのかなと思います。なのでその熱っぽいので角質とかをね取り除いてくれたのかなと思いました。で
クリームの方は蜂蜜のねすごい甘い香りで保湿力が高いクリームでした。ただ保湿力が高いのに思ったよりベタつかなくてすごく使いやすいクリームだったなと思います。クリームは保湿するためだけのクリームっていう感じだったんですけど、熱っぽさ、そのじわじわ感がずっと一時続いてたので、そこが気になってしまってね、洗い流そうかなって思ったぐらいちょっと気になったかなと思います。ただまあ私の肌に合わなかっただけなのかもしれないんですけど、まあ毛穴的にはどうかなとは思うんですけど、まあ色も白くなったしね、クリームも保湿力があって良かったのかなと思います。まあ自分でねリピすることはないんですけど、まあ、すごいフェイスパックだったなって思います。レビュー品は以上になります。今回はなかなか面白いものに出会ったかなと思います。まあ、この中で一番良かったといえばシャンプーだったかなと思います。シャンプートリートメントですね。まあ、香りが良くて私の髪質に合ったっていうところで良かったなと思います。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。